吉田祐太は千葉県流山市出身のプロ野球選手。宇藤右内。千葉ロッテマリーンズ所属。野球を始めたのは小学3年生から。小学2年までは地元のサッカークラブに所属していたが、同学年の子供たちより体格に恵まれていたという理由でやらされていたゴールキーパーというポジションに不満を持ち、3年生に進級したタイミングで地元にある。 ボーイズリーグの競合、流山クラブへ入ることに、流山クラブでは全国制覇を経験。千葉県に在住していたことから、初めてのプロ野球観戦は、千葉マリンスタジアムでの千葉ロッテマリーンズ対西武ライオンズ戦だった。その後、東深い中学時代は、柏リトルシニアでプレー。当時一番の思い出は練習だという。高校は、 日本大学第三高校へ進学。同学年には後に、千葉ロッテで一緒になる、関谷良太、一学年下の山崎福成とプレーする。二年秋からは、首相、聖保守として活躍。その年の周期大会は、日大鶴岡高校に8回コールドでこの14と、屈辱の初戦敗退となった。三年春の東京都大会では優勝。 夏の全国高校野球選手権大会、西東京大会では打率500近くをマークし、決勝では3安打6打点、今大会発の本塁打も放ち、優勝に大きく貢献した。西東京代表として、第91回全国高等学校野球選手権大会に、出場2回戦で東北高校と対戦し2から3で敗退。立大学時代高校卒業後は、 当時党と大学野球連盟一部リーグに所属していた立正大学法学部へ進学。一年春季リーグから試合に出場。チームが二部に降格した一年周期終盤から先発起用されるようになり、レギュラーに定着。周期リーグ終了後、立正大学 OB で社会人野球、シダックス、セガサミーに所属し、保守として活躍した坂田忠次郎がコーチに就任。 坂田から、シダックス時代の恩師、野村克也の教えを徹底的に叩き込まれ、保守としての技術を向上させていった。2年春季後の第38回日米野球選手権大会では、日本代表メンバーに選出されている。2年秋季リーグで打率38、383で首位打者を獲得するなど活躍した。4年時は首相を務めた。2013年のドラフト会議にて、 シバロッテマリーンズから2位指名を受け、11月27日に埼玉県熊谷市の立正大学熊谷キャンパスにて仮契約を結び、開幕から1軍の試合に出られるように頑張りたいと、抱負を語った。契約金7000万円、年俸1300万円、背番号は24。 2014年3月25日の大学の卒業式で立証大学から学長賞が授与されている。2014年オープン戦では13試合に出場。27打数8安打打率。296補撮9盗塁ソ織率。500という成績を残し、同期入団の新人選手、石川歩美、吉原翔平。 井上春地下と共に開幕一軍スタートとなった。プロ初出場は3月28日に行われた開幕戦の対福岡ソフトバンクホークス1回戦で6回から出場。初先発出場は翌3月29日の同カード2回戦。先発投手の唐川優己とのバッテリーとなり配球も一任されていたというが試合は飛安打10で2から5と敗れ。 自身も3打席無安打と結果を残せなかった。開幕3カード目の北海道、日本ハムファイターズ戦では、2回戦で、同期の新人、吉原翔平、3回戦で、同じく同期の石川歩とそれぞれプロ入り初勝利となるバッテリーを組み、石川からは、吉田の強気のリードで的を絞らせない投球ができたと評価された。里崎智也の長期離脱により、 正保守として期待されたが、打撃面で苦しみ、オープン戦では好調だった、トールイソ氏でも2割5部隊特選した。後半戦は、田村隆博氏にスタメンマスクを譲る試合が多かった、ものの、保守出場では、チーム最多の50試合を記録した。2015年、前年、里崎の引退により、正保守争いは、オープン戦から熾烈を極めたが、開幕戦の正保守は田村が座った。 吉田は2番手保守として、前年を上回る65試合に出場し打撃では、田村を上回ったが、打率は2割前半で、安打数と本塁打は、前年を下回った。投塁阻止率でも前年を下回ってしまい苦しい1年となった。2016年、開幕スタメン保守の座こそ射止めたものの、1安打すら放つことができないまま5月末に、登録抹消。以降は、 ほぼ二軍暮らしとなり無安打のままシーズンを終えた。35打席無安打は、野手に限ると、久保俊美が1973年に記録した32打席を超える、シーズンを通しての無安打新記録となった。2017年4月23日の対、オリックスバファローズ戦でレフト前に安打を放つ。これが2015年10月2日以来、44打席ぶりの安打となった。 最終的には61試合に出場した。2018年は8試合出場10打数1安打に終わった。2019年は田村が故障離脱に伴いすために出場の機会が増えたが、6月7日の読売ジャイアンツ戦で走塁の際に左足を痛めて、大体2頭筋肉離れを起こし、自らも故障離脱してしまった。2020年は2月の練習試合中の 左ふくらはぎの怪我の影響もあり、わずか1試合の出場にとどまった。攻守にバランスの取れた大型捕手で、大きなジェスチャーで投手へ気持ちを伝え、投手の良さを引き出すのがうまい。低めのボール補給技術は一級品で、安定感のある確実な送球ができる。立正大学時代は、とと二部で、通算13本塁打を叩き出したパンチ力のある、バッティングも魅力。 入団後のチームでの身体測定で計測した体幹の強さはトップアスリート並みで5段階評価で5を記録。過去同チームの計測では出たことがない数値だったという体の強さを持つ。オフはソフトバンクホークスの内川誠一に弟子入りし自主トレを行っており2018年から打撃フォームを改造。パンチ力のある打撃に磨きをかけた。 日本大学第三高校時代、監督の小倉正義も共に暮らす、寮生活で首相としてよく叱られたという吉田は、食事時間は監督と向かい合わせの席でうつむきがちの食事をとっていた。そんな様子を見て、監督が部屋に呼び、甘いプリンやヨーグルトをよく食べさせていたという、大学入学時に上のレベルでやるには体を大きくしないとという思いで、84キロだった体重を 週4回のウェイトトレーニングと食事で4年間に11キロの増量に成功。ベンチプレスは125キロを上げる。趣味は筋トレ。その動きの硬さからロボ、メカなどと呼ばれた。尊敬する人はチームメイトとなる鈴木大地。大学時代から代表合宿などで共にプレーする機会があり、その言動やリーダーシップに感銘を覚えたという。入団が決まってから、 様々なインタビューでそのことを言い過ぎたせいか、鈴木本人から嬉しいですけど、頭が良くないと言われ苦笑されていた。野球以外で得意なスポーツは、野球を始める前からやっていたサッカー。ブラジルのサッカー選手、ロナウジーニュの大ファン。2014年3月9日、本拠地、QVC マリンフィールドでのオープン戦。打席に入る際に流れた。 登場曲がテレビアニメキンマンの主題歌。元気になる曲を、と中村バッテリーコーチによるサプライズだったが、打席に入る本人は曲を耳にして苦笑いだった。ちなみに2014年1月のラジオ番組出演の際に本人は登場曲を選ぶなら、ロッキーのテーマ曲かなと語っていた。ハロー。プロジェクト所属のアイドルが好きで、日刊スポーツ内の本日のいいね。 では、モーニング娘。と、キュートにハマっており、キャンプ中には DVD を、鑑賞しているとコメントしている。また2015年には、キュートのコンサートに、関谷良太と一緒に行っている。ありがとうございます。